はいどうも、安嶋教授です。いやそのなんかね、うざい広告あるじゃん、いろいろ。俺それにうざい広告、うざいってやつ、ほんとなんかね、心攻めえだなって思うっていうか、俺ね、うざい広告を物申してるやつに物申すっていうか、まあ、TikTok しかり、まあ、ふわっちしかり、うん、いやそのうざい広告とか言ってブー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 言ってるやつね、腹立つよな。俺マジうざい広告って言葉が大嫌いで、本当気持ち悪いよな、そういうの。まあ、相手多分わざとやってる、まあ、TikTok はわざとやってないと思うんだけど、まあ、ふわちゃんはわざとやってると思うけど、なんかな、俺はうざい広告って言ってまんまとその乗っけられてる感じが気持ち悪いよね。うん、そんなね、髪の毛すごいな、よくわかんねえ、髪だけもうね、坊主にしようかな、もう、うん、ほんとこいっちゃまだな、怒るっていうね。はい、いやや、べえな今日いや急に笑かしに来るっていうね。いやーうざい広告、うざいわけねえや、そんなうざくねえしさ、うざい広告を、うざいって言ってるやつうざいやな、なんかわお、もうそう、なんなんだろうな、そのうざい、うざい広告が出て、って感じですよ本当に。お、なんかあんじゃ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 ん、飲む。おいしい。2時になるぞ。いやー YouTube、 なんか YouTube じゃねえや、まあそうね、もううざい広告うざいって言ってるやつうざいよねって話でした。うん、今日なんか全然やる気でねえ。うわ、爪が出てきた。うざい広告とかどうでもいいしな、うん、見なきゃいい話だし。でもなんかね、なんだろうな、まあ YouTube 最高よくわかんないですけど、まあね、ダメだ今日、全然ダメだ、やばいな、髪の毛のせいにしとくか。いや前髪垂れてくんのがすごいうざい時期があるんですよ。それ超えると前髪って逆にいいよみんなみたいな。もう分かった、もう逆に俺が一番うざい状況にしてやろう、うん、もう俺もう苦痛を楽しめ。俺が一番嫌なね、この前髪がバッサーバッサーかぶってる状態にしたら、逆にうん、自分に反骨していこう。もうよくわかんない、反骨の対象何でもいいんかお前な、なパンクすぎんかそれ、お前パンクかな、パンクしたパン、あおってことね。よし元気出た、うん、まあ、逆にいいよねこれ、逆にその自分が嫌なことを自分でしていくスタイル最高。あたた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 た、まあね、やっぱうぜえわ、こっち流すか、こっち流した方がいいってね、髪切り人類に言われたから、まあ、うざいことには変わりないし、見た目もうざいしね、俺もうざいし見た目もうざいし、でもそれお前それ地獄に魔界を添えて、えはい、斬新です今のはねやばいよな、これ本当に通報されるシャレになんねえからな。あ、もうちょっと規制を走ってる人がいるんですけど、はい分かりました、今すぐ行きます、あーブーブー
ビン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 いやマジでね、ソフトモヒカンにねしなきゃね。あ、本当に、いや楽しいな、今のなんか調子が戻ってきたぞ。やっぱ人間やらねえとやる気は出ねえってことかいな。ワイナポン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 、声の方がでかいな、何か叩いて音奏でるやつ。はぁ、ちょっと休憩。いやもうなんかね、いいや。はい、楽しかったー、修学人生。修学ってね、人生の学びに終わりはないで、そこの坊や。おー、そして私坊や。はい、おしまい。